はい、おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルのお魚ごろです。タムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を、追求するために発信している番組でございますということです。はい、はいはい、ということで今日はですね、1月15日、はい、ございます。はい、前回ねやっちゃいましたね。出ましたね。出ましたね。ついに出ましたね。ご覧になっていただいた方、どういう感想を持たれたのか、ぜひ感想をお聞きしたいですね。なんか司会者がずっとこうこのモザイクに声がうわーってなってるっていうのは、どういう感じになったのかっていうのは、はい、ぜひ皆さんから感想をお寄せいただきたいなと思うんですが、はい、まあ司会者がというよりまあこのプレゼンありかなしかやったら、はい、あかんときはあかんという、なるんだよね、はい、ね、罰がありませんということを、新年一発目からちょっとお見せしたという形でございました。はい、はい、まあこれからもね、楽しんでいっていただきたいんですが、はい、新年一発目から、はい、二発目からですね、そわそわしてる人がいるので、はい、呼びたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お待たせいたしました。はい、歩みのこの日の日、気になる日です。はい、はい、1月15日ということで、小正月です。小正月、はいはいはい、まあ、門松とかね、飾るのを終わるっていうのを目安にしてもらえたらいいかなと思います。はい、まあ、よくね、お正月に働いた主婦の人たちがね、はい、ちょっと体をお休めしましょうっていう日にも あるので、皆さんねぎらってください。はい、はい、と、はい、今日はいちごの日です。いちごの日ね。こんなでもいちごの日ってさ、別に1月でなくてもさ、2月でも3月でも15日はいちごの日になるんじゃない。いや、それがね、うん、1月は、うん、いいいちごなんですよ。ちょっといいのいいがないで、いいが伸びてのね。いいいちごなんです。はい、でも毎月ね、15日はいちごの日とされています、はい、なんやなんややっぱそうなの。はい、です。でただ1月は特別なの、ね。はい、いいいちごなんです。あ、そうすか。はい、はい、で、はい、ウィキペディアの日なんです。ほう、1月15日。ええ、ウィキペディア、はい、なんで2001年の1月15日にインターネットの百科事典サイト、はい、ウィキペディアが公開された。おお、なるほどなるほど、はい、まあ皆さんもお世話になってますよね。そうですよ ね、はい、ウィキペディア、そうですね、何かあったらすぐウィキるもんね。そうですよ ね、ウィキペディア、ググルというよりウィキるというか、ウィキる、うん、特に我々の世界ってほら、誰々監督とかさ、はいはい、俳優の誰それさんとかさ、はいはい、なんかそういうのを調べようと思ったらやっぱりウィキるのが一番早かったりとか、はい、するので、まあ検索してもウィキが一番上に来たりしますしね。そうですね、はい、はい、まあ本当にお世話になってますから。21年前です。はい、はい、でも最近あれですよね、ウィキってやると必ずお金入れてくださいみたいなのが出ますよね。なんかありますね。出ますよね。まあ、あれはでも本当にね、使ってる以上はやんないといけないかなってちょっと思ったりはするんですけどね。はい、はい、また皆さん志ある方はぜひ、はい、ご協力いただければっていう感じなんでしょうね。はい、はい、そうですね。では、はい、終わりです。はい、ありがとうございました。さあ、それではですね、はい、今日はですね、このプレゼンありかなしか、はい、はい、ちゃんと10分に切ってきました。あ、はい切りました。そうですね、前回は時間が、はい、バーでバツになりました、ね。10分のところ13分超えましたんで、はい、はい、はい、バツを出されてしまったので、はいはい、だから高橋さんは内容面白かったから丸出してくれたんですね、はい、だけどなんかこうね、はい、時間でバツが2つバーンってきた、はい、まあ、ルールはルールなんで、ね、はい、はい、厳しく処断されましたので今回10分にちゃんと切ってきました。はい、はい、切ってきたんですが、はい、内容がですね、はい、来ましたよ。またしても、はい、はい、この番組の中ではね、あんまり紹介してないんです。うん、番組の外っていうか特別バージョンで、舞台挨拶とかをね、流させていただいたりとかした、はい、ひとくずの、監督の、はい、上西雄大監督が、はい、またしても主演して、やっております、はい、西成五郎4億円という、ね、はい、映画、これのですね、インタビューをさせていただいたんですよ、また、はい、上西監督に。そしてそこへですね、なんと、はい、木下ほうかさんが、はあはあはあ、一緒に同席してくださいまして、はい、お二人からお話伺うことができました。はい、はい、これがまたなかなかですね、木下ほうかさんがですね、もう爆発してくれてるんですよ、はい、なのでまた楽しい、トークになっているので、はい、ぜひこれまた見ていただいてですね、はい、まあ
楽しんでいただければなと。あ、楽しみです、はい、はい、いうことでやりたいと思っております。はい、はい、ということで、では、判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、すごいんですよ。もうや出てる人がすごいんで、まあ、この辺の話も含めて、はい、あのインタビューの中でしていただいているので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、はい、では皆さん、いきますよ。このプレゼン、ありかなしか、スタート。この西成で暮らす日雇い労働者、おっさん、腎臓売るか。死んだらええんや、お前なんか。お前はまだ死ねる身分やない。大金手に入る方法を教えたるか。なんせ俺、4億円作らなあかんねん。ですね、カモンマテリアル、特別取材ということで、今日は、西成五郎の4億円でということで、出演者と、監督のインタビューということで来させていただいてます。まずは監督、西成雄大からですね、はい、よろしくお願いします。そして、ナキリ、マリオ役、ちょっとこまえ木下さん、これ私でございます。はい、はい、よろしくお願いします。フォーカードをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まあ、あの木下さんは結構その、実はあの上西作品も今まで出て、そうなんですよ ね、 ね、そうですね。あのご関係的に言うとどんな感じの。いや、もうあの一くずをやっぱり世に出すために、はい、あのもう僕らそれまで自主映画で僕ら劇団員だけで映画撮ってたんですけども、はいはい、やっぱりあの影響力のあるちゃんとした俳優さんをお呼びすることで一くずを世に出せるってことを考えたんで、はい、その時本当にもうすごくリスペクトしてて、あの僕は宝子さん出てもらいたいって劇団員の前で言って、みんな信じなかったんですけど、はい、それ難しいってみんな思ったけど、はい、直接オファーかけたら、はい、あの読んでいただいて、はい、ね、出ていただいて、そこからのご縁です。なるほど。もともと面識なかったんですよ。あ、そうなんですね、はい、で僕の連絡先を伝わってはい、はい、最初はメールでしたね、はい、うん、でシナリオ送ってこられたんで、それがまあ面白くて、はい、でじゃあ実際会って話しましょうかいうとこです。はいはいはい、よかったですよね。あの、はい、そうですね、まあ、はい、ひとくずもこの間あのシアターセブンでも1年間のロングラン、はい、そうなんですね、はい、本当に最高、ほうかさんがこうよしじゃあやろうってこう握手、あの時は本当にもう胸いっぱいになって、はい、そう帰り際に宝華さん出てくれるって劇団員に電話した時は泣いてましたね。そうですよね、はい、この間ちょっとある監督が、いやもう今年のベストワンでしたって一くず。そうですか、まあ、でもそういったあの周りから見たっていうのが聞こえてくるとね、はい、業界の人も割と好きな人ですね。山田洋次監督も一くず見ていただいて、はい、決してうまくないけど、うん、すごくいい作品だって言っていただいて、そのコメント届いた時はもうなんかこう夢かな、ちょっとビビりますね。これ夢かな。よう、あれ、あの一眼レフで撮って、はい、あんな照明も雑なあの作品を山田洋次監督に見せたなってことですけど、はい、本当にありがたかった、はい、今一眼レフだということが分かりましたよ皆さん。いやでも一眼レフ主流ですよね。そうですね、別に、はい、それ自体は ね、まあまあ、ね、撮影手法としては割と一眼レフでね撮ってる作品も最近多いと思いますけど、うん、はい、なるほど、そういうことだったんですね。でまああの一くずで、まあ、あの注目を、されて、まあ、この前の作品としては、まあ、公開した前の作品としてはネバギバ新世界があって、はい、でそして、今回西成五郎という順番で来てまして、はい、しかもあの微妙に世界観こう一緒なんですよね、西成っていうことで。西成五郎の西成は、うん、あのバットマンのゴッサムシティ。あ、なるほど、なるほど。最初にね、はい、これはあのまあフィクションです、はいはい、いうふうに挙げてて、はい、僕は西成っていうイメージは増幅させてますけども、はい、あのここに西成五郎西成とネバギバ新世界の、はい、新世界がある西成は全然違うんですよ、はいはい、あ、違うんですね、はい、ネバギバ新世界の新世界は日常を描きますけど、はい、この西成五郎の西成はバットマンのゴッサムシティみたいな、
はい、そうなんだ。はい、まあだから確かにあのフィルムの色は全然違いますよね。エヴァゲの新世界はどっちかというと明るい色で作られてて、はい、で西成五郎に関してはもう完全にダークなイメージで統一されてるっていうのも確かにあるなと思ってたんですけど、はい、見させていただいて私もすごくあの面白かったんで。本当ですか。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。はい、あのまあいろんな言い方される方いらっしゃると思いますけど、僕はワンも全然、ワンというかあの、最初の方ですね、うん、で前編もすごく面白かったと思いますし、後編は後編でさらにそのワンをパワーアップさせた感じで、そうこうシリーズでやってきたんです。はい、撮るたびにグレード上げてきた。うん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 、それはあの今回2作見させていただいて、はい、すごいあの成功してらっしゃるんじゃないかなっていうのを思ったんですけど、やっぱり、ね、はい、同じレベルでいけてても、はい、あのなんか同じレベルが続くとなんか単純になるので、うんうんうん、作品色も、はい、あのシリーズを追うごとに、はい、進化させたいなと思います。はい、であの実はその木下さんは、はい、後編から出てらっしゃる。そうなんだ。だから前編やと思ってあの木下さんを探すとどこに映ってないような話になるんですよね。だから、うん、あの首都編の方で、まあ、メインというかあの非常にはい、あのーー私から始まるんですよ。そうですね、はいはい、始めありはね、はいはい、でしかも、はい、これ多分なきりはこれからも出てくる。もちろんですね、まだ死んでないですから ね、 ね、そうなんですよ。可能性ありますか。はい、まあ、でもあれですよ、これ、はい、この日本が、はい、ヒットしてですね、はい、成功しないことに、ね、まあそうですね、次はそうですね、はい、誕生しませんし、はい、なんとかこれ多分見ていただければ、はい、喜んでもらえるであろうし、はい、ただ見てもらわないとね、はいはい、どうにもならない。そうですね、どうしますどうします、見てよこれ面白そうじゃないですかいやめちゃめちゃ面白いと思います。久米、はいはい、さんいつもおっしゃってるんですけど、昭和な匂いっていうのを残した作品っていうのを届けていきたいねんっていうのは前のねバギバの時にもお伺いしてたんですけど、でも昭和な匂いも残しながらテイストはというかね、この作品に関しては、うん、本当に東映セントラルフィルム、はい、を意識した、はいはいはい、東映セントラルの作品のように、はい、見えたいなと思って。なるほど。音楽の入れ方もすごいそういうチックなんですよ、はい、分かってもらえたらありがたいんですけど、いやあの僕は東映セントラル大ファンなあの人なのでっていうかドンピシャ世代なので、だからアクションもあえてね、はい、今撮るようなもう短いカットをつないでいくようなアクションではなくて、はい、あの東映セントラルチックなアクションですね、はいはい、そうですよ、これは狙って。今逆に言うとこういう作りの絵が少ないじゃないかな。そうですね、はい、うん、それあえてやってるわけですか、うん、好きな人には答えられない内容でしょ。僕ら世代にはもうガーンと、うんうん、わあ昔見た映画の匂いがするって受け取ってもらえると思う。そうですね、ただ若い人にも受け取ってほしいんですよ。まあ、 逆に言うと若い人は慣れてない分だけ新しいと思ってもらえる部分あるんじゃないかなと。そうね、可能性ある、はいはい、まあ、こういうのだから女性がちょっとどう取るかな。あ女性、はい、もう来てほしいですよね。この面白2人出てるから、はいはいはい、そうですね。この山崎真美さんもなんかいい、はい、よかったですね。嫁はんやってましたし、はい、すごい、まあ、確かに女性出演者少ないけど、でも松原千恵子さんとかね、はいはい、素晴らしい。この松原さんこんな松原さん見たことあるんですか。いやいや、ないですね。そうそう、ないでしょ。誰もこんな松原さん見たことないんですよ。ないですね、はい、みんな怖くてこんな使い方してこなかったじゃあこの人はもうそんなも知ったことないから、はいはい、でも逆にやっぱり松原さんめちゃくちゃ喜んでたのは、俺、はい、この間の完成会見、はいはい、やっぱり嬉しいんですよ、には、はい、やりたかったね、はい、ところが誰も言ってくれないわけですよ、ビビって、はい、気使って、はい、それは信田証券さんも言ってたけど、やっぱり周りが気使うから逆にダメなんだ。ほんまにあの人の使い方知ってる人はやっぱりそこを踏み越えていくから気に入られるっていうような話してたんですか。だから絶対ね、今後、まあ、まあまだまだいるじゃないですか。このビビランというだけ打ってみたらどうかなと思う、ね、どんな人も、はい、これ皆さん見ていただいてこのヒット
すればですよ、とんでもない人がまたここに、いやもうさらにとんでもない人がここにもう何人か、はい、とんでもない人が、ね、とんでもない使い方して、はいはい、っていうことがありますよ、はい、いやもうでも本当にあの今回見ててあのまあ、僕も作る人ではあるんだよね、見てて思ったのは本当によく使うようなこんな使い方でっていうのはいやそれがいいんですよ、もうねあの、まあ、今ここにいらっしゃらないんですけど加藤雅也さんとか も、うん、もうこの使い方するの上西さんしか言いへんのちゃうなと思うぐらい、これ普通本人嫌がりそうですよね、ですよね、でもこのキャラ作ったのははい、ということで、これ赤いやつやん、いや赤いやつやじゃん、赤いやつやじゃん、あのよう考えてください、来週も見たいですよね皆さん、はい、来週も見たい、この続き見たいという人は、丸つけてくださいいやでも結構ねいろんな裏話言ってくれてるじゃないですか、うん、あのまあまあほうかさんとの関係もそうですけど、はい、あのまあまあなかなかこんな使い方せんとかいうのもそうですしね、あのいろんな、本当にねまたこの後編はその加藤さんの話から始まって、うん、あのいろんな人の話がまた出てきたりとかしまして、あのかなり、ディープな話はしていただいてると思います、うん、はい、でまああの作品のことも含めてね、いろいろと言ってくれてるので、うん、ぜひ、その辺も含めて、判断していただければ、今ので10分今ので10分、はいはいはい、時間は守ってるけど、ルール通りです、ルール通りです、はい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 、ということでございます、はい、それでは行きたいと思います、はい、このプレゼンありかなしか判定痛いもんよしはい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 、いやいい構わない構わない、痛いけどだって初めに言うてたらあれけど、あ、何これそうまず痛いは痛いよ、痛い痛い、いや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 、はい、ありがとうございます、いやあー、とりあえず免れたいや、やっぱりあのプレゼンってこうでないとこういう緊張感がないと面白くないね、はい、ということで、じゃあ後編があるということですね、ということで来週もあの引き続き、はい、この続きを見ていただきたいと思うんですけど、まあでも本当ね、あのほうかさんもいろいろ喋ってくださいましたし、あの上西監督も、はい、ノリノリでいろんなことをぶち込んできてくれらっしゃったんで、はい、非常にありがたいあの、うん、インタビューでしたけども、はい、高橋さんどうでしたいや先にね、うん、前編って聞いてたらね、はい、丸ですけどね聞いてなかったもん映画もそうね、映画も前編ね、まあ、ね、そうなんですだからその流れだったもん、そういうことです、まあ、要するに西成五郎の4億円これが、まあ、前編というか、まあ、第一作目があって、で後編で首都編という2本立てなんですよ、実は2本立てなんですけど、さっきに前編があって、はいはい、でその後すぐに首都編が公開されるっていう流れになってるので、そうなんです、だから別の作品で、だからさっきもあの言ってましたけど、ほうかさんは後編から、そうそう、首都編から出てくるんで、はい、あの前編の最初の方を見に行ってもほうかさん出てないんですよ、はあはあはあ、なるほど、ただ、はい、ほうかさん見たかったら前編盛り上げてねっていう、はいはいはい、そういうお話でございますね、はい、はい、なので、ぜひですね、まあ、映画も含めて後編を楽しみにしていただく意味でも前編をねしっかりね、はい、見に行っていただきたいなということなんですけど、はい、まあ、関西では、第7芸術劇場とか、はい、イオンシネマの震災橋ですね、はいはい、であともう一個が京都南と、三館ですね、1月28日から、はいはい、2巻、心斎橋と京都が1月28日からで、1月29日からが、第7芸術劇場かな、はい、という形になっているので、まあ、1月末です、はい、で、はい、来週、後編見ていただいたその翌週からちょうど始まります、あ、なるほど、そうですね、はい、ぜひこのね、2週にわたりますけども、うん、西成五郎の4億円楽しんでいただければと、はい、思っておりますのでよろしくお願いします、はい、ということで今日は西成五郎の4億円、上西雄大監督と木下ほうかさんのインタビューでした、ありがとうございました、はい、では次行きます、あゆみ、はい、はい、はい、おはようございます、はい、お店の情報です、はい、今
ね、土日がありがたいことに貸し切りをさせていただいておりますので、はい、平日チョイスを行っております、はいはい、次回は21日金曜日、はい、行います。マスクを楽しみたいと思います。マスク、マスク、はい、はい、ジェムケリー？ジェムケリーはそれあの宝石やや。宝石ください。お前の願望が出とるやん。ジムキャリーですね。ジムキャリーの、マスクを楽しみたいと思います、はい、1994年の作品ですね、はいはい、で皆さんね、はい、たくさん来てほしいなと思っておりますので、うん、僕はジムキャリー大好きなんです。マスク、まあ、マスクも面白かったし、うん、まあ、ジムキャリー系のやつって結構ね、うん、面白いですよね。あの面白い上にいろいろ考えさせてくれるっていうのが、うん、結構好きですね、はいはい、みんなで楽しみましょう。はい、ぜひぜひお越しください、はい、お時間がですね、はい、18時オープンで19時スタートとなっておりますので、はいはい、参加費が1500円、お菓子とドリンク付きとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。はい、お問い合わせはこちらです。はい、ほんま最近これ使うの。はい、はい、それではチームラッシュがございまして、はい、24日ですね、はい、チームラッシュ走るイベントございます、はい、18時オープンで19時スタートとなっておりまして、はい、こちら参加費が1000円頂戴しております、はい、でワンドリンク付きとなっておりますので、ぜひぜひお越しください。皆さん一緒に走りましょう。はい、運動不足解消、ね、しましょうということで、はい、はい、私もね、ちょっと太ってきたので、うん、あ、そう、はい、うん、ダイエットしたいなと思っております。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、必死で走ります。はい、はい、お待ちしております。はい、はい、じゃあ終わり。はい、ありがとうございました。はい、高橋さん、おはようございます。ではコメントいただいた高橋です、ね、はい、それは梅雨の子でございます、はい、太っても気にしない高橋です。ここ二人ね、マイペースで言っております、はい、はい、だんだん監督に近づいてきてます、ね。はい、あの先ほどシエさん、シアタス、あ、シアタス、あ、ごめんなさい、すいません、はい、シアターで伸ばさずに、はい、はい、いっぱいあるから図で、なるほどね、がないね、なるほどね、私もあれそこの言うときに困るんですね。ね、ね、シネマスとかね、なんかね、見てしまいますね。はい、はい、ございます。はい、まだその方もね、見ていただきたいと思いますけど、はい、の方では今月ずっと5週にわたって、はい、西成五郎の4億円の特集なんですけど、はい、はい、はい、でも結局、人編が公開したときに、はい、何も様子がない。ネタ全部ね、聞いちゃうからね。ね、だから、ちょっと人編のばっかりね、はい、はい、まだ取材があったんですけどね、ない、まあ、ぜひとも応援してますんで、見ていただきたいと思います。はい、そして今年も 1.17 が来ますけど、いつも 1.17 になると暗い映画を紹介するんで、そうですね、今日は暗くない、はい、映画をご紹介しております。単、はい、はい、に神戸でロケされた作品、はい、ということで2本ご紹介したいと思います、はい、はい、1本目は私も大好きな、はい、ありがとうございます、はい、思いをもまで振り振られしましたね、追ってますよね、はい、振り振られですね、はい、はい、監督が三木隆弘、はい、監督で、はい、フォルトルナの瞳でも神戸でロケして、はい、その時気に入ったんですよね、神戸がね、うん、でこれも神戸を使ったということですよね、うん、監督が乙女座の B 型でございます。またまたでございます、はい、でこの時知りませんですよ、はい、主題歌がオフィシャルヒゲダン、はい、ヒゲダン、ヒゲダンで、はい、ガブトテみたいですね、はい、でキャストは、まあ、あの浜辺南さん、はい、南さんと、私の2人、関田真由さんの水道コンビです、ね、はい、はい、そうですね、もうだからこの優柔不断のこの2人の会話っていうのはすごく、はい、これだから、まあ、4人の話なんですけど、はい、思ったり振られたりです、うん、この2人は結局親が再婚して、うん、同級生のように兄弟になったっていうね、そういうところで、はい、まあ、まあ微妙な、まあ、そのご兄弟やから、うん、ちょっと好きな気持ちは許されるのかなっていうところがありますけどね、そんなのが描かれています。いろんなとこ神戸ロケされてます、はい、ただあの地元を知ってる人から言いますと、うん、まあ地下鉄で降りた駅から住んでるところが全然違う、わかるわかる、あるある、あるある、ありますか、なんかそのバイト先が、はい、はい、元町ケーキ屋さんであったりとか、はい、はい、で食べにもね、はい、はい、コンビニあったりとかね、はい、はい、でも最寄り駅全然違うから ね、あの私は月に1回ロケット通りますけどね、はい、はい、いつも通りながら、うん、この本当の、うん、あの位置関係じゃないっていうところが地元の人は分かるけど、ね、分かりますね、その辺がちょっと面白いかなと思います、はい、でも作品のはもう、もう本当に優柔不断な、はい、作品でございます、はい、たまにイライラしますけども、はい、見ていただきたいと思います、はい、神戸の名所がいろいろ映っております、はい、お願いします、はい、はい、そしてもう一個これはあまり知られてないんですよね、はい、来ました、アルキメデスの大将、はい、
監督必要な話ですね。はい、僕見に来ました、これ。山崎監督ね、はい、特撮、はい、そんなにまあ、あの、初のところかな、今回までのところぐらいが特撮、うんうん、いや、実はね、うん、めちゃくちゃ特撮使ってます。あ、そうなんですか。ほとんどグリーンがバックです。なるほど、なるほど。で、これね、須田将暉さんと、はい、柄本佑さんも出ました、はい、です。これ、で浜辺美波も出てます。出てましたね。出てます。今日調べて話してました。はい、で、あの鶴瓶さんが、はい、はい、そうです、社長、ね、社長ですね。で、鶴瓶さん。関西のね。はい、それがね、神戸の、中央市場前という地下鉄の海岸線の中央市場前から神戸駅前の間にあるんです。うんうんうん、ああ、そうなんですね。はい、はい、そこで、まあ、中は多分どうか知りませんけども、うん、表はそこを作ったっていうね。なるほど。でもあれは大阪の会社でしたっけ。そうですね。ね、大阪のはずですね。でも神戸っていう感じでございます。はいはい、これなんか戦争を起こさないために数字で計算、あの、見た方から言うと一応戦艦大和を、ね、あの作るっていう話なんですけど、はい、その戦艦大和を作らせてしまうと、はい、もうこれ引き返せないので、はい、ということで、はい、作らせないようにしよう、はい、で、数学の大天才のこの、うん、あの須田将暉君が、はい、あのどうや数学の力で、うん、あのこの戦艦大和を作る整合性がないということを証明して、あの作らせないようにしようとしたんですけど、というお話ですね。そう、だから、はい、大和が沈んだのが昭和20年の4月7日やから、はい、この話は昭和8年からそうですね。なので会議、そうですね、私これ20年で言いながら、はい、大和の後の話かな。いやいや、大和です、はい、まあ、ちょっとやっぱり今までの戦争映画ってどんちゃんが多いんだけど、やっぱり今の時代ちょっと防止をするっていう、ね、ところをまあ描いてますんで、そうですね、はい、多分あともうちょっと神戸でロケしたんじゃないかなと思います、はい、多分中でも少し神戸行くシーンが出てくる、大阪でしたよね、うん、そうそう、関西に行くんです、はい、それも時代の、ね、はい、見るのも面白いかなと思いますんで、はい、DVD とかで見て、はいはい、見ていただきたいと思います、はいはい、最近ネットフリックスで多分出てたと思います。あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、映画ひとつぼっち関西でも上映が始まりました。14日からジストシネマ和歌山、そして15日からは重曹シアターセブンですね、こちらの方で上映が始まっております。このひとつぼっちの今私が持っているこのパンフレット、実は私日浦がデザインさせていただきました。ということでですね、こちらのパンフレットに副島監督と主演の平山琴葉さん、脚本家の春純さんはじめ出演者の皆さんのですねサイン入りのパンフレットをこの番組でなんと5部プレゼントさせていただくことになりました。イエーイって、なんか乱れてるよ。ということでですね、こちらの動画のコメント欄にパンフレット希望とコメントいただくか、もしくはカムイのメールアドレスの方にメールいただきましたら5部プレゼントさせていただきますので、ぜひ振るってご応募よろしくお願いします。映画も見てね。はい、はい、エンディングでございます。はい、ということでございました。はい、なかなかですね、はい、もう今日はちょっと頓張聞かせてみたんですけど、はい、今日シンプルですね。シンプルですね、非常にシンプルですね。はい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 、まあ今年やっぱりですね、我々も、はい、本当コロナどうなるかちょっとよくわかんない状況にはなってきてるんですけど ね、すいません、今の、収録の段階では、はい、入り口に立ったそうですね入ってしまったな、ね、入ったっていうふうに、吉村知事が宣言してる状況、はい、状況なんですけど、だから、15日時点で何、かの措置が取られてるのかどうか全くわからないんですけどね、はい、ただまあ何でしょう、実はあんまり重症化していかなければ薬なんかで対処できるんだったら普通にいけるんじゃないかという一縷の望みも託しながら、はい、今年こそはやれなかったことをたくさんね、うん、そうですね、やっていきたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひこれご覧になっている皆さんもですね、我々どんどんいろんな情報を発信していきますから、その情報に合わせてですね、反応していただいていただければ嬉しいなっていうふうに思ってます。はい、はい、そんな感じなんですけど、なんかお、来たね。なんかない言うたらヘクシンってすごいな、持ってんな今年持ってるな、なんか今のでちょうどいいんで終わっとこうかはい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。